どうも、こんにちは。金はないが、馬券は当てる。金欠大学生です。やっていきます。一応ですね、はい、今回は笠松重賞、小栗キャップ記念をやっていこうと思います。でね、今日ね、ちょうど、えー、っと、浦和のね、白鷺賞の重賞が行われて予想動画も出してるんですけど、一応注目馬で、注目馬4頭上げてのかなはい、注目馬4頭内決着ということで、 素晴らしいと思います。自分はね、ちょっと馬券の買い方ミスってね、はい、一応100円ぐらいしか利益出なかったんですけど、まあ、一応3連単もね、一応注目馬1が1投目、注目馬が2が2投目、注目馬4が3投目かな。で一応3連単も4610円ついてるんで、はい、3連単ボックスとかでね、まあ、それから自分の注目馬を信じて、9を頭で買ってくれた方、ありがとうございます。一応自分はね、馬単で勝負して、 はい。3が残っていればすごい勝ったっていう競馬だったんですけど、はい。惜しくもね、ギリギリ競ったところで7番に負けてしまったので、一応当たり当たりなんですけど、ちょっと少ない利益でしたということでね、まあ一応レースの報告でしたということで、まあ早速ね、オーディキャップ記念やっていきたいと思います。皆さんチャンネル登録しない方、ぜひ今のうちに動画を止めてチャンネル登録よろしくお願いしますということで、さあ、本題に入ります。今回の注目は1投目を挙げさせていただきます。 1>, 1投目は12番のホーリーブレイズでいきたいと思います。はい。まあ、理由としては、戦ってきた舞台のレベルが、まあ、すごい高いので、まあ、あんまり負けはね、そんな意識しなくていいんじゃないかなというふうに感じてます。で、まあね、3走前の名古屋グランプリでは、まあ、4着という好成績を残してます。で、まあ、5番手あたりから競馬をしてくれれば、まあ、この馬は、馬券内は硬いと思いますし、まあ、勝ちもある、っていうか、まあ、勝ってくれるんじゃないかなっていう馬になります。 これがまあ注目番1投目ですね。続きまして、注目番2投目は、ドン。1番、多賀城ですね。はい。まあ、これもね、まだオッつ見れてないんで、はい。ちょっとどれが穴馬かとか、ちょっとわからないんですけど、まあ、でもね、出てるのかなちょっと確認しますね。でも出てないと思うんですけど、そうですね。出てないですね。はい。ということで、まあ、1番、多賀城でいきます。で、まあ、隠したからのね、 まあ一応ね、出てたレースが C2 ということで、格下なのかな多分格下だと思うんですけど、格下からの下克上に期待したいなというふうに思っていて、2000でまあかなりの強さを見せているっていうのが、この馬の好印象なので、下克上の、なんていうんですかね、素質は持ってるという馬ですね。で、逃げ馬なんで、すんなりと1枠ですし、逃げてもらって、 で、まあ、逃げ残ってば圏内の可能性あるよねっていう感じで、まあ、逃げ先行で楽にポジションが取れれば全然勝てるのかなっていう風に感じてます。まあ、仮にね、1万高城が人気なかった場合はね、やっぱ人気の山が逃げるとね、皆さん追わないんでね、はい、わ、1番残っちゃったよ、みたいなのに期待したいと思います。はい、人気は多分ないのかな、ちょっと、これよくわかんないんですけど、多分ないとは思ってます、正直。穴馬にはなってほしいなっていう気持ちですね。 で注目は3投目がこちらです。10番、ペルソナデザインです。はい、ペルソナデザインはですね、はいまあ、JRA からの、まあまあ、今回何頭かいるんですけど、まあ、そのうちの1頭で、まあ、地方では、まあ、笠松1400のみの成績っていうのがすごく、はい、ちょっとこれは、 気になってるところではありますね。本当は2000くらい走って勝ってて欲しかったんですけど、まあ、1400のみということで。まあ、一応芝,な芝ではまあ2000メートルでの勝ちもあるので、まあ、人気なければ面白い。人気しちゃったらちょっと怖い馬かなっていう感じではありますね。はあ、やっぱダートとは違うんでね。まあ、芝,2000芝2000とダート全然違うんで。しかも2500ですし、今回、うん。ちょっと不安ではあるんですけど、まあ、人気なければ買いたいなとは思ってます、正直。 人気あったらちょっと怖い馬かなっていう、危険馬にあげようかなっていうレベルの、ちょっと神一重の馬ですね。はい。で、注目馬4頭目はこちらになります。7番、ト選センブル。7番、ト選センブルはですね、まあ、2500メートルを経験しているね、少ない馬のうちの1頭ですね。今回、本当に予想難しくて、まあ、2500を経験している馬が全然いなかったんで。 まあこれちょっと様子難しいなと思ったんですけど、まあ、この馬は経験してるということでね、まあ、やっぱり注目まで上げていきたいと思います。でまあ、後方から追い込んでくる馬なんですけど、まあ、やっぱその当日の馬場が、はい、差しが決まる馬場であれば、まあ、全然全然もう勝てるよっていう感じの馬ですね。やっぱ2500経験してる分ね、はい、やっぱどういう馬かっていうのは把握されてると思うんで、はい、まあ差しが決まる競馬やっぱ経験してるっていうのはすごい有利だなと思いまして、はい、この馬を4頭目投げました。 そしてラストですね。これがラスト。注目は5投目。ラストが2番、スマイルサルファーですね。まあ、この馬は6番手あたりからの競馬をしてもらえれば、 まあ馬圏内に入ってくるかなっていう馬ですね。まあ、ちょっとね、後方から競馬されちゃうとちょっと厳しいなと思うんですけど、はい、5番手あたりからまあ競馬してもらえれば、そしてまあ重傷でもね、はい、1回1870 18ですけど、まあその,他の重傷では一応4着取ってる馬なんで、まあ、力はあるかなと思ってます。 で、まあね、前走かな前走の2000メートルでは、まあ0.8秒差で、はい、2着だったということで、まあ2500メートルを考えると、まあ一応5番手あたりからこの時も競馬をして、まあ、最後は届かずって感じだったんで、まあ500アップはちょっと体力的にどうかもわかんないんですけど、まあ一応、 まあ、距離延長はプラスなんじゃないかなというふうに個人的には捉えまして、まあ、注目馬5投目。実際これ走ってみると分かんないと思うんで、まあ、長距離延長がね、はい、ですけど、距離延長がいい方に行けばこの馬も一発あるよっていうことで、まあ、注目馬5投目で上げさせていただきました。ということで、まあ、ちょっとね、今回難しいと思います。このレースは結構。でね、まあ、最後に、はい、チャンネル。 登録と高評価だけよろしくお願いします。まあ、このレース結構難しいと思うんですけど、はい。今自分は注目馬プラスまあ、ちょこちょこ。 まあ、紐として入れたいを選んで、まあ、三連服で買おうかなっていうふうに今のところは考えてます。はい、三連単ちょっと今回自信ないですね。はい、三連服で買おうと思ってるんで。ではまたね、次、一応天皇賞のあのデータ分析動画っていうのを載せようと思ってるんで、まあ、時間があったんですけど、まあ、時間があったらですけど、はい、まあ、それを載せたら、あの、ちょっと楽しみに見といてもらえるとありがたいです。ということで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。